正直自分らしいっていうのがまあ結構難しいなと思いますね。何が自分らしいんだろうっていうことを自分で理解するのって常に変化してると思っていて、3日前の自分と今の自分でもやっぱりすでに考え方がやっぱり多少なりとも変わってると思うんですよ。でもまあその中でも一つ自分らしいところを挙げるとすれば好奇心が旺盛なところです。何でもチャレンジしてみたいし、知らない世界知りたいし、言葉が通じない国とかに行っても割とすぐ友達作っちゃって結構なんか遊びに行ったりしちゃうんですけど、見たことないもの見たいっていう欲は常にあります。結構私おっちょこちょいで、私ほんとカッコつかないなみたいななんかとこが結構あって、自分のことを笑える自分が結構好きではありますね。余白っていうかそういう部分は常に心の中で余裕として持ってたいなと思います。まあ、もちろん本当に辛い時は辛さ、あの悲しみに浸りますけど、結構気にしないでやっちゃうタイプですね。分かんないけど、分かんないから恐れることはない、なぜなら私は知らないからと思ってやるみたいなだって知らないことやって失敗するのは当たり前のことだから恐れないでやっちゃいますね。もうこの経験からもう一つでも多くのことを学ぼうっていう風にもう転換しないと結局その壁にぶち当たる気がするんですよね、何度も。なのでその壁にもうぶち当たって後から友達と話して笑い話にできるみたいな当たり前のようなことでとてもスペシャルなモーメントだと思うんですよね。その時はがむしゃらに頑張って後で笑えるようになれたらいいなみたいな。結局自分のためになる方を選びますね。うん、やりたくないことは結構やらないようにしてます。そのやりたくないことっていうのは私の中でいろいろ基準があるんですけど、まずはなるべく自分の信じてくれてる人に対して嘘をつかないこと、やっぱりそれは絶対嫌で、そうですね、結果的に大変そうだなって思ってもこれを乗り越えたら自分のキャリアにとっても自分の経験にとってもいいと思うものを選ぶようにはしてます。まあでもそれを選択するのもねすごい勇気がいることなんですよ。これ絶対辛いんだよなみたいな、こっちの方が絶対楽なんだよな、でもこっちみたいな、等身大の自分よりちょっと背伸びしたぐらいの自分でやっぱりいたいので嘘をつきたくないっていうのあります。やっぱり恋愛で幸せになれる可能性って結構ごく稀なんですよ。だからやっぱりそこを重視するよりは私はやっぱり家族だったり友達だったりとかね、なんか自分の知らないことをまだ知りたいとか、その自分の好奇心を追い求めるとか、やっぱりそういう中で出会いっていうものはあったりすると思うから、やっぱ結婚相手を探すみたいなのって、まあ、もちろんねそれはそれですごく気が、ね、あった人と出会えたら幸せなことですけど、幸せの形は一つじゃないし、結婚が幸せだと思っても結婚がゴールでは決してない、むしろスタートだし、むしろすごくそこからの道のりが長いっていうことはやっぱりよく知ってるので、幸せはもうそんな簡単には手に入らないんですらしいです。正解は手に入らないらしいですなので人を幸せにして自分も幸せになるみたいなことが、まあ、いいのかなと思うので、とりあえず人としてのまず幸せをね探すことが大事だと思います。ファッションって違う自分を見せてくれるすごい最強のツールだと思うんですよ。みんな普通に生きてると自分はこういう人だって思いがちだけど、でも自分でも分かってると思うんですけど、自分にはいろんな側面があるんですよ。だって人間って一つじゃないじゃないですか、いろんな部分があって、
もしかしたら人にすごい嫌われる部分を持ってるかもしれないし、でもそれと同じぐらいすっごく優しい心を持ってたりとか、クレイジーな部分を持ってたりとか、ね、すごく自信がない部分があったりとか、やっぱりそういうものって全部みんな持ってると思うんですよ。ファッションっていうのもやっぱいろんなスタイルがあるじゃないですか。いつもパンツしか履いてないから、まあ、スカート履いてみたらどうなるかなみたいな感じで、なんか履いてみてなんか自分の想像もしてなかった自分が見えてくるみたいな、それによってすごく内面から引き出されるものって多分めちゃくちゃあると思うんですよね。やっぱりそれがファッションの醍醐味だと思うんですよ。知らない自分に出会うためのツールだと思うんですよね。こんな自分がいたんだっていうことに感動してるわけですよね。なんかやっぱりそれがファッションの本当の強さというか、やっぱり違う自分になれたり、それによってストレスが解消されたりとか、なりたいと思ってた理想の自分にちょっと近づくみたいなこととかが、やっぱファッションによってやっぱり可能になる部分っていうのはあると思います。私結構普段 の格好はすごく自分にとってパーソナルなものしか着ないんですよ。ファッションってやっぱりこう何気になく選んでるようで、やっぱりすごく自分の心の中を結構表してるというか、ちょっとしたメディテーションに近いなっていうふうにも感じるんですけど、国とかその言葉とか育ってきた環境とかカルチャーが違っても、なんか人間やっぱ一つのことで言葉が通じなくても共感し合えるし、みんなね自分で抱え込んじゃいますけど、なんか国とかね環境とか違っても、自分がどうなったら幸せになるかっていうことを考えるのってとても難しいことだと思うんですよ。だって分かんないじゃないですか。自分にとっての幸せってパッて言われてもなんだろうって、結構自分のことになると特におろそかになったりするんですよね。私とか結構そうなんですけど、でも他人のためだったりとか、他人のその笑顔のためだったらちょっと頑張っちゃおうかなみたいな、なんかそれがでも最終的には結果自分が幸せになってるみたいな、なんか心がこうし合う感じっていうのがなんかとても美しいなと思って、そういうところに国境とかなんか壁とかってないんだなって思ったんですよ。